はい、それではお時間になりましたので、公開練習前の会見を、開始したいと思います。こんにちは。祝日の中、また、お暑い中、お集まりいただきありがとうございます。1週間ちょっと前になりまして、体調も良く、スパーリングも超えて、怪我もなく、順調に、仕上がってきております。最後また1週間あるので、まあ、自分なりにできることを今できることをやっていって、まあ、試合に備えていくっていうところですね。はい、じゃあいつも試合するのとは変わらないですか。はい、まあ、毎回全力で試合には臨んでるつもりなので、まあ、オリンピックの時もそうですし、まあ、プロのデビューしたもそうですし、変わりません。まあ、どんな選手にもやっぱ弱点は絶対あると思う。完璧な選手はいないと思うので、まあ、それは試合中に見つかるかもしれないですし、弱点っていう、まあ、やってみないと分かんないと思います。映像でしか 見ないと分かんないと思います。最近は見つかってないですか。まあ秘密でそこは。そうですね。まあ決まった時より今の方がもうスパーリングとかも調子が上がってきて、で最後この間スパーリング最後見たんですけども。最高の調子だと思うので、試合がすごく楽しみですね。まあ、この試合はオリンピック2大会金メダルのラミレスとで銅メダリストの清水と、やっぱりこのボクシングの中でも最高峰の戦いになると思うので、まあ、井上で注目されるリーグですけども、またそれ以上のこの何か違う持ってる強さというのが出せる試合なんじゃないかと、期待してます。すごく世界戦なので気持ちも入ってますし、勝ちたいという気持ちも伝わってきますし、それに向けてスパーリングも微調整しながら調子上がってきてるので、清水の勝つボクシングでラミレスに勝負したいなと。基本ベースは清水のボクシングだと思うんですけども、その中でラミレスのやりにくいボクシング清水は持ってると思うので、距離感であったりフレームがちょっと違うので、そこを最大限に活かせるボクシングができて、そしてまあパンチがミット持ってもそのおでこに当たってもそれ頭蓋骨ひびでも入んじゃないかなと思うぐらいのパンチを出すので、一発でいいので出してほしいなと願いを込めながら練習を見てます。大丈夫でしょうか。はい、それではフォトセッション、移りまして、その後公開練習になります。こちらお願いします。ありがとうございます。パンチまっすぐ左ストレートお出しましょう。ありがとうございます。寿司なんか食ったら当たんなきゃいけない。はい、それでは終了になります。ありがとうございます。この後、公開練習の方針を入れていきます。今だけには。